佐藤拓夫は仙台放送のアナウンサー。神奈川県川崎市出身。東京都立国立高等学校。東北大学文学部文学科国文学専攻。卒業。1993年4月に入社。スポーツから報道まで幅広く担当した後。1997年から夕方ニュースのキャスター。2001年春からは土曜、夕方放送のキャッチ。 キャスターと報道番組での活動が軸となった。キャッチ終了後は男性アナの大量離脱もあって、報道に加え再びスポーツや情報番組なども担当したが2005年10月より4年半ぶりに FNN 仙台放送スーパーニュースキャスターに復帰。趣味はデジタルカメラやパソコンなどを駆使して愛児の成長記録を作ること。夫人は同僚アナウンサーだった岡田明子。 上述にもある通り2005年はスポーツ中継を主に担当し春の高校バレーや東北楽天ゴールデンイーグルス戦の実況を担当した。もっと以前には宮城県高校バスケットボール大会の実況も担当2009年7月13日から8月末まで在政局の男性アナウンサーとしては初となる育児休暇を取得。2011年1月には FNN スピークの ローカルパートに出演開始、仕事に復帰した。また2012年1月からは、仙台放送スーパーニュースのキャスターを、再び担当した。2011年3月の東日本大震災では、報道特番のキャスターを務めたが、その内容が高い評価を受け2012年の FNS アナウンス大賞において、大賞を受賞した。2017年3月1日付で広報部に、 移動した柳沢剛氏の後任でアナウンス部長に昇格した。福島県郡山市が ZIP の地元という関係から仙台放送の公式ブログでもそのことが触れられている。ありがとうございます。